じゃあお待たせしました、はい、審査結果が出ましたね、ようやく、はい、ようやく、はいはい、審査結果出ました。ヒーローズリーグ2021ノラハック賞の発表です。はい、じゃらーじゃん、ジンズビームに決まりました。おめでとうございます、はい、おめでとうございます。はい、はい、じゃあそれぞれ公表をお願いします、はい、はい、松下さんどうぞ。はい、ジンズビームですね、はい、こちらあのジンズビームに連携してこのムービングライトですねが動いてこう照明を照らすという形で、しかもこう動画が10秒しかないってすごいシンプルな、こうやりたいことが一発で分かるような動画なんですけれども、やっぱこの本当にこうメガネの視線とこうムービングライトですね、照明が連携するっていうシンプルながらなかなか今までなかったんじゃないかなっていうものですね、内容。そうですね、はい、この部分がやっぱちょっとあとノラハックっぽいというか、ちょっと我々もう悔しいというか、うん、これが我々がそう思いついたんじゃないかというところで、あの我々もそうですね、あの照明とかは結構使ったりするので、それが悔しいという意味も込めてちょっと、はい、選ばせていただきました。はい、素晴らしかったです。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあそれ以外にも候補に上がった作品の、はい、そうですね、はい、いくつかありますので公表していきましょうかね。はい、はい、まずはこちらですね、 LED テープでおうち花火、はい、こちらもすごい LED テープを使って打ち上げ花火ができるという作品で、ね、ネオピクセル、はい、LED テープよく使いますからね。そうですね、我々がよく使うネオピクですね。しかもこの光り方がこう素晴らしいと、あとこうおうちで本当に花火っぽいですよねってい う, こう打ち上げ花火っぽいようなものができると。これもだからね、本当は思いつきたかったというか、LED テープ使ってますけど、なかなかここもいう演出を考えられなかったっていうところで、まあ、非常にいい作品でしたね。そうですね。はい、これも素晴らしかったです。はい、素晴らしかったです。はい。じゃあ続きまして、画面のピカピカに合わせて LED のピカピカっていうですね、この画像の、こうライブの映像の、を、画像解析しながら、こう LED がさらに盛り上げる。盛り上げるというか。これもね、コロナ禍らしい作品といいますか、うん、他にもね、似た作品ありましたからね。そうですね、はい、そうですね。なんで同じように、まあ、ライブ盛り上げると自宅でのこうライブ視聴盛り上げるって形なんですけど、ここはこれですね、あのこう画像を画面を画像解析して、ね、こう何にでも、あ、でも使えると持ち運びもできるし ね、どこのご家庭でも設置できる、はい、できると素晴らしい作品、いろいろ応用もできそうだということで、はい、選ばせていただきました。あ、これはなので惜しかった作品ですね、うん、候補には上がりましたと。はい、はい、それから次は、サウンドビジュアライザーですね。はい、これはマイクアレイ使って音源の位置ですねっていうところがこう可視化できるというようなものです。これはなかなか他のこう独自性がすごいと言いますか、なかなかこうですね、このサーモグラフィーっぽいんだけど、そうそう、音を、そうそう、音源の位置だとマイクアレイ使って音源の位置をもちろん技術的にはできるけど、これを使って何かやろうっていう人なかなかいないんじゃないかなっていう。そうですよね、使い道に困ったんですよね。私もあの、はい、マイクアレイが発売されて、はい、あ、アレクサとかグーグルホーム作れるんだと思いきや、はい、あれ実際どうやって使えばいいんだろうっていうのが悩ましかったんです、はい、そうですよね、そういうね、スマートスピーカーとかに使われてますけど、これをちょっと可視化してみようみたいな、あとこれもちょっと可能性というか、いろいろ他にも連携したら面白そうだなっていうところで、ちょっと、惜しかったですね。そうですね、はい、一つ選びましたという形ですね。はい、でそれから、またライブ系ですね、オンラインライブをぶち上げるライブホーム、はい、こちらもオンラインライブに対してですね、はい、はい、キット化すればね、オプションで増やし、ね、増やせばさらに盛り上がるっていう、はい、これもちょっとぜひ作ってみたいという感じですね。はい、でそれから次が、トチョイスですね。これはどの辺が良かったんですか。はい、これはやっぱりこのなんかマトリックス LED の使い方ですよね。なんか単にこう文字とか表示するだけじゃなくてゲームにしてしまうっていうのと、都庁に組み合わせるっていう、ちょっとまあ褒める、そうそうそう、褒める、褒めという褒める意味でバカっぽさですよね。これ褒めです。褒め言葉としてのバカっぽさが素晴らしいですよね。なぜっていうね。これぜひ、これも面白いですよね。
ぜひ遊んでみたいですね。これ、このキット化してほしいですね。そうですね。はい。という感じです。はい。じゃあ、それから最後に候補に残ったのが、よいしょ、ですね。はい。ゲーミングというか、少数材。まあ、これはね、売ってるから、欲しければ入手できるっていう点で。はいはい、そうですね。これも、そうですね、素晴らしいですよね。本当に身の回りにある、まあ、どのご家庭にもありそうな消臭剤ですね。うん、をこのエモくしてしまうと。これはもう、まあ、誰でももう本当にやられてしまったら誰でも思いつくじゃんっていう感じなんですけど、やっぱこれ最初にやる人は素晴らしいですよね。うん、素晴らしいですね。観葉植物にもね、応用が効くっていう。うん、はい。そうですよね。これはやっぱ、で、かつこうね、プロダクト数の完成度も高いというところで、本当に欲しい。一品ですよね。私なぜ我々が思いつかなかったんだろうという悔しいっていう感じの一品でした。はい、はい、で以上が候補に上がった作品ですね。はい、まあ公表すると言ったら厚かましいんで、はい、あの本当に悔しい作品であったり、はいはいねはいね、我々もこれに負けず劣らず頑張って、そうですね、これを見て、そうですね、我々もまだまだちょっと全然修行が足りないなと思いましたよね。ぜひ我々も新しいものを作りたいっていう気を起こさせてくれる作品でしたね。はい、はい、まあでも本当に今年は個人スポンサー、はい、たまたまね、あのそういう機会があってならせていただいたんですけど、はい、来年もぜひいい作品を見たいですよ ね、はい、ね、いや面白かったですね、まあ、我々もね、はい、ちゃんと応募しないといけないですね、はい、そうですね、我々もちなみにあの松下さん何で応募したんですか。そうですね、私はたこ焼きシンセサイザーってやつ、ね、バーベキューシンセサイザーですよね。いやバーベキューじゃないですか、今回あれ違うの、たこ焼きです。あ、たこ焼きの方で出したんです、ね、たこ焼きで、はい、シンセサイザー。バーベキューシンセサイザーは出さなかった。出してないですね。ああ、なるほど、はい、仕組みは一緒なんですか。仕組みは同じです。なるほど、はい、そうですね。で、手崎さんも出してるんですよね。私はあのキャンプ IoTLT で、はいはい、ランタンを、はい、あの IoT で光らせるっていう、はいはい、ゲーミングランタンですね。はい、なので我々も、ね、継続して出していって、そうですね、音と光でしたね、はい、今回はね。はい、そうです、ね、はい、そうです。なので、じゃあ当日、はい、他の作品、受賞作品も、そうですね、楽しみですね、発表になりますんで楽しみなんで、はい、そうですね、特に、はい、はい、じゃあ今日は、皆さんご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあまた来年もあるといいなっていう期待を込めてお別れにしたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。